お疲れちゃんスラットです。今日ですね、新環境ね、あまり触れられてはないんですけども、この時めっちゃ強いんじゃねっていうのがね、はい、あるので、こちらの紹介していこうと思います。というのがですね、こちらラバでさえ、ね、ラバディガー、まあ、ラバル、まあ、ラバでさえ、ね、ラバというのもですね、まあ、前シーズンはね、フェニモンっていうか、もうフェニックスが溢れてて、ラバはねマジでいなかったです、はい、本当にゼロだったんですけど、今フェニックスが下放されて、まあ、環境も変わりまして、あとマイティですね、はい、マイティがものすごい強いので、このラバの、まあ、スケキンとかタツセンとかの陸枠がマイティになることによって、防衛力もね上がりますし、まあ、攻めでもね、すごい事故も起きるよというわけで、めちゃ強いんじゃねっちゅう、はい、フェニックスもね、連れてきました。というわけでやっていきます。まあ、もうすぐね展開にも到達するんで、まあ、そこそこにやったんですけど、まあ、ラバーはちらほら復活したかなって感じですね。まあ、でも使っててね、やっぱマイティが厄介ですね。自分のマイティも強いんですけど、相手のマイティで結構タワーおられることもあったので、まあ、その辺はしっかり気ぃつけて警戒していかなきゃいけないかなっちゅうわけで、まあ、マイティ入れれば何のデッキでも強い説もちょっとありますさ。というわけで、まあ、フェニックスの枠はぶっちゃけインドラ、なんか前はメガゴだったっすね。ですけどメガゴはね、さすがに弱いかな。メガゴするぐらいならインドラで、まあ、インドラかフェニックスはどっちでもいいかなっちゅう感じですね。で、マイティも、まあ、入れねえよって方とかは、まあ、スケキンだったり、縦線とかでもいいかなと思います。よいしょ。さあ、とりあえずラバ展開をしたいんですけど、まあ、ラバがねえんだ。で、今回の相手は、プリンスコウモリヤナメ、珍しいね。メガナイトオールブレイカーのヤナメザップみたいな、ぽいね。ぽいね。だから、メガナイトオールブレイカーね、結構いるんすよね。そうで、ヤナメ型だとね、あれ全然違うな。わかんないです、今回の相手のデッキは。ちょっと、暇なので、カード回しにヤナメ打ちます。よし、さ、墓石で頑張ろう。マジで、なんだ、プリンスザッピーコウモリなんてデッキあるっけっていう。いや、マジこれ、ラバ展開、いっていいよね。ちょっと怖いですけどね、さ。メガナイト、あの、メガナイトプリンスコーム。まあ、メガナイトウォールブレイクっぽいんですけどね。ザッピーが。お主どっからっていう。でもこれね、マジマイティ強いんですよね。マイティでこれ全部抑えれちゃう。ちょっとマイティ延命したい。めちゃんといい。爆弾で逃げたい。あ、爆弾で逃げれんかった。やばい。ちょっと痛いけど。うん、やばい。ヤナメが強い。ヤナメが強いけど、まあ、ギリ許せる。ギリ許せるぐらいのね。インドラが、もうちょっと頑張ってくると危なかったけど。そう、ザッピーコウモリね。なんか、まだちょっと特殊な方ではあるが、一旦墓石さえ置いてしまえばね、ここの攻めはなんとかなる。と思いたいが、ヤザップなんで、スケドラ出してもいいんだけどね。なんか呪文でいかれそうで。で、俺は守りたい。うん、守りたいね。あ、卵が起き上がる。よしよし、墓石頑張れ。マジで墓石頑張れ。ヤナメザップなんでね、ちょっとラバがねあんまり入らんけど、マイティがマジで大活躍してる。マイティゲーしてる。インドラはガチで辛いけど。よしよし、まあ、ここね、もうドラゴンゲーして、右サイなんか許容できるんだね。ホバも残ってる。許容のヤナメザップ使ってるんで。さあ、ここが苦しいぞ。で、なんなら、これ。このマイティで、コストを使わしてね。右に、ニョキ！ああ、めっちゃ綺麗に。うん、絶対ニョキいらんかったな、今。ニョキせずに、普通に左側で折れて出せつもちょっとある。これラバ多分ね、タイミングはして、ユニット来るっすよね。よしよし。守ることをね、第一にね。ああ、そんなことしたら、相手終わる。よしよしよし。よしよし。もうちまちま行くしかないんで、ね、インドラとかね、マジ吉。よしよし、ザッピー使ってる。
ザッピー使ったこの前ってどうすんや。あで遅れて登場マイティディガー。おいマイティなくても言ってたんですけども、見てわかる防衛の硬さマジでマイティやれば逆サイ全部守れるっていう、まあマイティボス機ね。さあ次で展開だ。あと9勝か9勝ぐらいですね。ということで、まあ、環境はね、やっぱマイティ枯渇だったり、まあ、マイティ入りの対空がなんかマスケだけとか、まあ、着衣だけとかがね、結構いるので、その辺にね、ほぼ全てに勝てるっていう、対空がみんな薄いんでね、って考えたら、めっちゃ強いんじゃねっていう思いがあります。ん？いや今のなんかホグさ、おい宝石に来ないのみたいな、全然来たわ。さあ美味しいっすね今の4ワード。あーテスラこれちょっと珍しいっすね。ロケホだったらいいな、直撃だったら悲しい。一応嫌だけどちょっと構え、えマジよちょっ頑張れ頑張れパピパピ、おお偉い素敵ですね。はい、さあ今回の相手はホグトルネマジアチャなので、マジアチャさえあのディガーヤの雨で飛ばしてしまえばパーティータイム炸裂しちゃうんじゃない。ちゅうわけで、まじこのボス席置いてからね、もうなんかできたっすね。まあこういうのは適当に配置して、まあ、マイティとか言ってもいいんですけどね、こういうのに嫌がらせ。まあでも行く必要もないかなっていう。まあでもテスラマジアちゃか、ちょっと嫌っすね。なんか対空がボムとかだったらね、すごい熱い気もするんですけど、テスラが、ちょい厄介。まあその分しっかり守りたいですね。よしよし、まあラバ削り、ディガー削り、マイティ削りもね、しっかり視野に入れて。さあこのおおめっちゃいる。さあテスラだけだと盾が剥がれないんでね、盾後衛か後ろのねニットが剥がれないので全残りするよの。さあマイティなんでね、削りも楽ちん。いやマジでいいな、なんかなんだろうね、このマイティなだけで、マイティいるだけでなんか気楽っすね。なんかゴレとかも意外とラバって、まあ、インドラいれば話は別ですけど、なんかゴレとか、まあ、なんだろうな、なんだ、まあゴレ意外と防衛嫌じゃないですか、タンク系マイティでね。そう相手のなんかちょっと強いやつ来るとミニペとかね来るとフェニックス出してもやばい、受けるがないディガーも出さないといけないみたいな、やばい、ディガーコウモリ来た、やらめないみたいなんで、大変だったりするんですけど、あマイティで陸受けれるしね、マイティバカで相手の対空もやっつけれるしね、っていうので、こいつ一体で全てが完結する。さあ来ました、ジャイアン。まあわかんない。ジャイのこの長身がね、後ろに絶対ダメっすけどね、30人が来ると、マジで終わり。まあさすがに違うな。サバのもマイティですね。エレキ来たら逃げるぐらいでいいんじゃない。うん、え強っ、ちょっと待ってスケドラいらんやないか。ヤナムのサイル率もちょっと高いですね。ああまあ今は悲しい。さあジャイネクロ、まあ頑張って守ろうかなっていう感じです。さスキルは、あれスキルは使い、今なんか使おうとしたよな、手だけ上がってたぞ。ってことはチャンス、スケルトン部隊も使ってたんで、あこれ終わったっすね相手。さマイティで終わりからの
しっかり右サイドも狙っていく。あー、間の準備が早いですね、フェニックス。でもこれで、まあ、800ぐらいも削ったんか。普通にでかいですからね。よしよしよし。まあ、ジャイスケラの弥生みたいな感じか。まあ、サムスケはそんな痛くないっていう。気づいた。よしよしよし。よしよしよし。マジ、鉄壁鉄壁。もともと鉄壁なのに、さらに鉄壁になってる。で、ネクロいるんで、一旦落ち着き。じゃあ、ネクロだけやばいっすね。で、間違いなく、スケルトンラッシャーマンが、いらっしゃるよね。いらっしゃるよね、こんな。あ、そうなんですかね、やっぱり。いらっしゃるので、ここだけ、しっかり守って。やばい。やばい、待って。耐えたかった。マイティの爆弾ネクロ一旦下がってくんね。でかい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 、マジで耐えなかったら結構危なかったが、356。いや、俺はあれぐらいになると守ります。356。356。全然届きません。あ、危ない。危ない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 。まあ、ですが、勝てちゃいますからね。マイティのあの一撃ね。まあ、スケキンでもね、ここはやっぱ墓石との組み合わせもいいんで、全然強いんですけどね。いや、ラバホリーめっちゃ好きなんですよね。まあ、ラバルも。ラバ大好きだからな。帰ってくるのマジで熱い。好きすぎて。さあ、相手は、ディガード。まあ、ディガーウォールブレイカー系もちょっと流行ってるな。ああ、まあそう、マイティっすね。マイティだけ、まあやっぱ苦しいんですよね。ラバデッキってリカ薄いんで。でも、墓石があるんでね。さあ。この墓石超大事。よしよしよし。よしよしよし。よしよし。いや、いた、お前。何やってんの？緑。なんか押してもいいんだけど、ラバを。ああ、めっちゃいいウッド、それは。先行しちゃうっすね、多分フェニックス。まあ、マイティで。あ、マジで。先行しないのに、ちょっと後ろから出したのに。先行しとるやないか。で、ゴブリンもいたかんな。よみがえるの、フェニックスっていう。今、みんなびっくりしたよね。間違いなく。フェニックスだってポイズン当たってなかった、もしかして。さあ、ラッキー。ラッキーがありましたね。ちょっとここ一旦我慢しますね。今対応してなんかうまい感じにマイティでなんちゃらでやられるとちょっと怖かったんでね。いや、フェニックス強っ。これが強いですね。なんかラバの後ろの対空って今までやっぱインドラなんですよ。そう、まあ、ラバインド組むだけでなんか相手ね、単体系出たらインドラ勝つし、複数系は矢の雨で処理できるし、みたいな、とりあえずラバインドって組み得なんですよ。で、まあフェニックスも同様で、ラバフェニックスは、なんだろうな、小物系もね、フェニックスやられたら処理できるし、本当に組み得に近いと思ってるんで、これちょっと、悪撃を、ああ、いらんか。これ、矢の雨まで添えないと、やばい、あのマイティがぶっ刺さってる俺に。やばい、お願い、マジでマイティやばい。うまい、相手も。ん、でも逆に俺のマイティもなんかぶっ刺されそう。こっちに飛べ。いけ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 、マジで。マイティが、いや、マジやばい。え、完璧な防衛されてる、ただの。うわ、やべえ、これ。マイティやべえ、マジ。ちょっと待って、マイティ、相手のマイティどうやって受ける、俺。いや、うまいって。いや、うまいって。あ、負けた。え、うまくね。うまくねってか、マイティで1000ぐらいまで行ってたんだけど、俺フルぐらいで残ってなかったっけ。まず自分のね、マイティめっちゃ強いんですけど、相手のマイティも場が強いんで気ぃつけないとね、今みたいにぬるっといくら一番マシ。もったいねえな。ね、ダメージ結構リードしてたと思うんで、しっかりな。攻めたくても
マイティだけはちょっと許容しない方がいいかもっすね。さあ、一旦宝石。宝石置いて何も出てこない珍しいですよね。ちょっと一旦ね、潜り野郎でも出しちゃおうぜ。まあさすがにこれは移動しどくか。まあゴレっぽいっすね、なんか動きが。ランバーメガゴのステイなんで、まあぽいというかゴレっすね。まあエレージャイもワンチャン、でもランバーだもんね。これ多分もう、まあ8枚ぐらいが来るか。コマだとちょっと頼りねえな。さあ墓石からのスケドラで回収したいっす。コマ頑張れ、コマ頑張れ。まあ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 抑えれたんでね、いいとしましょうか。さあダクネベビメガゴのちょっと古い方のゴレですね。ゴルナイとかが入ってないスケキンとか、チャンピオンなしゴレだ。まあ対空3枚っていうのがちょっと個人的には嫌ですけども、まあ相手もマイティが間違いなく辛いんでね、っていう意味ではそんな悪くはないかな。これフェニックスから入った方が良かったです。あーめっちゃいい位置のこれだそれ。ね、やばくね今の。完璧すぎん位置。さあ空ユニットを落とすライトニングっすね。まあまあこれゴレさえこう守ってしまえばラバ削りがこんな感じで完成していくんで、一生空飛んでもらって、でマイティぐらいはなんかね適当に流してもさそう。いやマジフェニックス強っ。さあでこのマイティがさランバーとかをね出してきたところで逃げる。よしよしよし。さあマイティがしかもマイティが、いや結構削りましたね今ので。4500ぐらいつついてくれたんで、またラバ削りで勝てそう。負け筋8枚ランバーベビーとかかな。よいしょ。でまあ墓石で溶かしてもいいんですけどね、こんな感じでマイティで溶かしてもいいっていう。全然ちょっと削ってこ。よいしょ。パピーがまあしばくよと。さあマイティいるだけでね、こういうゴレにも非常にね戦いやすいよと。熱い。マジフェニックスも結構いい仕事してますね。メガゴとかをボコボコにしてくれてるんで、まあまだまだ、まあめっちゃ強いわけではないですけど、フェニックスはまだまだ強いよね。下放されたものの、まあ、今までが最強壊れだったんで、普通に強いぐらいにはね使えます。何がおもろいね。おい、あーまあこれは消えてもあんま意味ないんで。さあスケブのランバーコウモリか、ちょっと珍しいな。ゴレチンだ、ゴレクロっすね。あーマイティーで頑張って守んなきゃっすね、フェニックススケドラと。さあこれマイティー咲いてる瞬間で墓石もないんで、あでも普通に防衛クローンで相手守ってくるサイクルっすね。ゴレ出さない。これなんかもうきつそうじゃない？柳雨が。いや、めっちゃきつそうだけど。あ、そう、柳雨がね、ちょっと強いですね。にっこり。マジで、その、煽られる率というか、もう、ホレイ率が高すぎて、これいつもね、この、磨くスタンプをこう、お前が取ってきたんだ。こうやってさすがにだるいからもうセットしちゃったよ。
抵抗用に、うん、さあボコボコにしてあげよう記念に。まあ相手の呪文が柳とかなんでね、まあ、ここにスケートの舞台が来るよな。来ないんだ、来ないなら、あてかやばい、潜んなかったの渋いかな。あでも全然スケドラがフェニックスも強い。いやーコスト結構取ってるんだね僕も。なんかフェニックスいいな。破裂陣さ爆破なんか落下もあるからさ、クローンにもちょっと強いよね。さあどうしようか、なんか暇すぎて逆に怖いんだ。お前ってクローンしなきゃ突破できないのに、矢の網に押されて恐れてクローンしてない。んーやんな、矢の網いらない。絶望だよな。いやマジでフェニックス。スケドラ。おい、というわけでこちらね、ロバディガー、いや個人的にめっちゃ強いんじゃねと思ってるんだよね。まあマイティが強いだけなんですけど、皆さんもぜひねやってみてください。よくろちゃんと声がお願いします。お疲れ様でした。またね。